崎町ブルースってさ、はいはいはい、青江みなさんはいキッドになってから、うん、森岡ブルースとをもうできたの。あの昭和の歌謡曲ってね、ブルースってありましたよね。そうそうすいません、僕もウルトラマンスクラッチで生まれてください。甘いです。お、これだからリーチっすよね、これ今100万じゃん。来い。それ最後にしようか。月200円のやつ借りてみようか。あ、揃っちゃった。お、すごいじゃん。お、月これもう揃ったらいいんでしょうか。揃ったら200円ブーですね。地味だなこれ。早回しやな。また早回しだね。え、嘘、出るじゃん下さん。でも絶対出ないから横から行こうか。で、最後に下最後ね。来い来い、ウルトラマン。え、あ、あ横向きだ。願った方がいいですよ、ちゃんと。ウェーイ。もう来てるじゃん。ウェーイ。もうすぐいいじゃん。どっちかが当たる可能性ありますよね、うん、まずじゃあ月の方から。お、お、これあるよ。あるよ、これ。この気になったレコード屋さんに入ってみたいと思います。いいっすね、うん、プリンス用にちっちゃいバイクだ らしいよね。あ、そうなんだ、うん、だからこれハーレーっぽいけどハーレーじゃないでしょ。これ持ってました、CD で。おうん、ホール&オーツ、うん、今回こちらの皆さんにお邪魔してみたいと思います。ね、伊藤ゆかりさんね、ファンが美空ひばりさん、うん、それお色気歌謡なんだ、その項目が ね。あ、森岡ブルースだ。昨日話したやつ。可愛い皆さん。うん。はい。これさ、買ってさ、視聴者プレゼントしましょうよ。いいね。これいいじゃん。うんうん。あ、これうち聞いてたわ。カリフォルニアシャワー。知ってるこれ。何ですか。渡辺さん。佐田尾さん。佐田さん。同じ栃木県出身なんですよ。そうだよね。はい、すげえ聞いてたな、うちの父親が。今回のブートチャンネル盛岡編視聴者プレゼントはこちらです。青江みなさんの盛岡ブルース、これを、1名の方にプレゼントしたいと思います。ふるってご応募ください。美味しさとかさ、それ主観だからね。まあそうだよな。あ、とはいうものの、すべての人たちがやっぱうまいって思えるものもあるわけじゃないですか。共通例えば、シーチキン。Ha ha ha ha!